麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第39期法戦 A1 リーグ第9節 C 卓の対局をお届けしてまいります。実況は私、古橋隆が、そして本日の解説には藤崎聡プロにお越しいただいております。藤崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。トータルポイントマイナス 80.5 ポイント第11一つ井深夜。続きましてトータルポイントプラス 190.8 ポイント第1位広柴田。続きましてトータルポイントマイナス 43.8 ポイント第9位古川浩二。最後はトータルポイントマイナス 24.6 ポイント第6位杉浦寛介。以上の4名によって本日の対局が行われます。では9節 B 卓終了時の成績表をご覧いただきましょう。はい、本日は1位柴田、6位杉浦、9位古川、11位一つ井というメンバーです。藤崎さん、今日の見どころを一つお願いできますでしょうか。そうですね、まず一つ井君がね、ピンクゾーン脱出できるかどうかのところなので、はい、大事な一戦と、はい、あと寛介がね、こう連戦になってちょっとね、スケジュール厳しくなってますので、はい、今日は勝って次ね、気楽に迎えたいですよね。はい、はい、ありがとうございます。それでは対局の準備ができたようです。第39期法戦 A1 リーグ第9節 C 卓1回戦投杯の開始です。本日の立ち会い人は猿川正俊が務めます。立ち会い人猿川の合図で1回戦が開始されました。改めまして1回戦はチーチャから一つ井、柴田、古川、杉浦という並びです。トン1曲ドラはシャ、藤崎さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、A1 リーグももう終盤戦に。あ、そうなんですか。そうなんです。そうなんですよ、実は。あ、そうなんですね。はい、ちょっとね、大変な時期に解説に来ていただいて、非常に、今季降級したらちょっとヨーロッパの移住を考えてますので、はい、ヨーロッパから、来季は参戦ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、まずは杉浦のハイパイがいいですね。2メンツできている。そうね、そ、ただ、はい、シャーが重ならないとさばき手になっちゃうのかな。ドラのシャーが1枚あります。柴田はちゃんたけのハイパイです。うん、ドラのシャーが1枚、古川にもシャーが1枚です。古川もいいですね。2メンツ、3メンツか、いや2メンツですね、完成している。ただ動きづらいよね。動きづらいです、動くハイは、ね、内容、なくはないな、単容がありますね。うん、動きづらいからハイパイ良くないっていうのもどうかと思いますけど古川の場合はそれも結構重要ですから ね、 ね、おいよ。柴田はトンが重なりました。メンツを足りましたね。はい、キューピン切り。さあ、あと山市だもんね。山市です。誰が重ねるか、誰に来るかによって全く違うね。はい、これは切ってもおかしくないんじゃないですか。これはシャー切りありますけど、さばき手一本にするならね。はい、しましたね。シャーを切らないとなると、チーソーですよね。チーソーですか。はい、カオピン引いた時シャーってあのシャー短期でいきますよっていう構えになりますよね。はい、藤崎さんはどうですか。寛介の状況ならシャー切るような気しますけどもね。はい、私とトータルポイントも結構大きいですよね。うん、さあ、古川もカンウマを引き入れていいシャンテン、これは嬉しくない。もう一旦通りますね。はい、スーピン、ローピンのシャンポン待ち、はい、役はありません。で3から5まで何でも欲しいよみたいな、ね。はい、柴田いいシャンテン、全員杉浦がテンパイで、あ、古川もテンパイ、テンパイ。これは杉浦ローピンにくっつくと宝珠になりそうです。チーピンはアウトだね。チーピンはアウト、ウーピンは二分地だね。はい、来ましたよ、一つ井テンパイ。リーチもあるんじゃないですか。リーチありますね。2人にドラ切られてるんでね、押さえつけも兼ねて。親番の一つ井は先生リーチ、待ちはウッパー、そう柴田の、手はいいシャンテン。寛介は引いてくれそうですけどね。古川さんは引いてくれそうもないね。はい、さあ古川、ここは急走無筋をビュンと切り飛ばしていく。あ、これで引かないか。ここはスーピンぐらいは勝負しますね。ぐらいはっていうパイトがないですけど、はい、ドラ2枚切れてるのもあるしね。これは現物です。これは2人とも引いてくれそうもないね。はい、
ウッパーソー対ロッキューピン対リャンウーピン。またまあパーマン若干早い。いやまあ全部行くんじゃないですかね。行きますか、はい。もう行くか行かないかだけなんでね。さすがにリーチ早すぎてまだ町の見当はつかないでしょうから。はい、フルカーモムスジを切っていく。間違いなくテンパってるねあの手つきはね。はい、あ当たり牌だ。もう行くんじゃないですか。行っちゃいますかね。はい、杉浦まっすぐ行きますが、ここは一つ、リーチ判断が、うまく決まりました。よかったですね、はい、リーチかけづらい形ですけどね、はい、リーチで2000点の上がり、宝珠は杉浦、あの2人がドラ切ってるような状況じゃなければ、はい、なんかね、ピンフに構えて1500闇点で狙いたいところでしたけど、そうですね、一つの手牌は、うん、さあ、レンチャンでストーン1局、1本場ドラはウーピン。いまいち、いまいちです。シャーからの切り出し。ワンチャの柴田はピンズで一メンツ。こちらも決していいとは言えない。そして古川。もう同じぐらいですね。両面立つが2つ。いやいやいや、全員悪いですよ。うん、ドラのウーピンは杉浦に1枚あるだけです。山にはまだ3枚眠っている。まあ、ただね、ドラ1枚引いたから見違える人がいるわけでもないし、ね、はい、そうなんですよね。勘助がドラ引くと7、8、9とかもまあ見えますけどね、まだまだ時間はかかりそうです。さあ古川、形としては古川が一番良さそうですか。一面ずつできている。そう、ね、でドラが3枚残ってることを考えるとね、差し込みもあるし、はい、なかなか現状チーとは言えないですね。チーはね、相当言えないですよ。おっと、嬉しい数ピンじゃないですかこれは。なかなか見せてくれない。4か5どちらかです。4ピンですね、うん、これで差し子の3色リアンシャンテン、まあね、古川さんらしいだよね。安全で3層、はい、まあ、イーマン切るか3層切るかの選択だったんでしょうけどね。うん、うん、ちょっと泣きたそうでしたけどはい、これでいい本当、はい、あ、でもイーマンですね、イーシャンテン取りませんでしたよ。1ドラ1の両面両面ですよね。まあ、高めドラ1ですけどね、はい、意外ですね。これはまだ3色を見て出ますね、古川は、ね、はい、普通の人みたいな打牌だもん、ね、これ今かもう一回、うん、まあね、手順によってはここでリアンピン待ちのリーチが入っていてもおかしくないんですけれども、ね、藤崎さんみたいななんかイーマン切りですね。藤崎さんイーマン切りません？これ三蔵の前にイーマン切ってるので、ああなるほど、多分となると、まあでも一緒ですよね、結局ローソー引いて三蔵切る、はい。さあ古川がここは手役を見て、ね、リャンマン、まあ慣れないことするね、リャンマンとか引いてきちゃうよねさあ慣れないことをしているという古川ですが、あれ入り目リャンピンでしょ多分ね。なるほど、リャンピン入ったら、あ、まあリャンピンか、まあ一旦短期で回していくんでしょうね。どうなんでしょうね。一応いつもあるから一旦断点なのかな、はい、ここで3色は見切ります。うん、まあ、この辺はらしいですよね。うん、イースを切るのは切りすぎだって判断ですよね。来、はい、ましたよ杉浦、ドラを重ねてイーシャンテン、ドラが出ないように受けます。うん、あ、でも一つい君がパンパンにしてますね。親番の一ついです ね、ゴロチの3色が見える。明らかにスピードは上回ってないだろうなっていうのは検討はついてると思うんですけどね。スリムにはか、うん、スピンか、うん、まあ悪くはないじゃないですか、はい、さあ一つイーシャンテン、ローマンを切って目いっぱいに受ける。柴田はピンズの本一狙いですが、ちょっとお休みでしょうか。自敗がまだバラバラっとあります。一つイ君はローソー引っ張るんですかね、テンパイ今。
次にね、安全パイとか引いてきた時にどうするか、どっちもありますよね、はい、引っ張る人は引っ張るし、ゴロッチの3色が崩れてしまいましたからね、うん、切っておきたいところにも見えます、これですね、おー引っ張る、うん、引っ張るっていうことはテンパイまで引っ張りそうですね、いっぱいです、一つい、さあ古川リーチだ、まあだいぶ遅れましたけど、結果リャンウピンの同じ形ですか、はい、これはリャンウピンが振り点なんですよ杉浦、まあただ3ピンしか切るようなよね、いやどうすんのかね、かといって3ピン数ピンで払っていくわけにいかないし、ドラ切るわけにもいかないから、はい、このまま頑張るか降りるかでしょうね、振り点で頑張るしかないか、宇崎さんやっぱりこれ数ピン切ってシャンポンでリーチっていうのは乱暴ですか、うん、いい理由がないし数ピンでロンって言われるリスクもあるし ね、 そうですね、いや乱暴とは言いませんけどね、さあ杉浦振り点でね、いいピンも押していきます、うん、だから同じ乱暴に行くんだったらリャンピンでリーチしちゃった方がいいんじゃないですか、おお、なるほど、はい、同じあの 乱暴具合だったらね、はい、さあまたウッパースはこれ通ってないですよ、でもうっかりウーピン積もるとハネマンでしょ、あれリーチしてね、リーチして、そうです、うっかり積もっちゃったらハネマン、リャンピン当たり牌だ、全然通ってない、ここは筋の9ピン統一落とし、おお、こういうバランスなんですね、この辺りは丁寧に進めていく一つい、親番であの構えした人はね、はい、切る人の方が多いと思うんですけど、しかも3色含みになりました、さあ1通もできたけど安全なのはイーソーの方か、そうね、イスチーソーで、イスチーソーは多分ないですね、リャンピンとか通って筋になってれば別ですけど、はい、ここは安全度を重視して、うん、イーソー切りで振り点じゃなければ小さい勝負もあったかもしれないですけどね、そうですよね、さあ一つサイドイーシャンテン、数ピンとか引いてきたらすごいね、いや確かに、あと1枚3ピンもあと1枚か、ドラのウーピンも1枚、リャンピン重ねるもいいんじゃない、重ねるも1枚だ、1枚、はい、ピン重なったらゴルチの3色ですからね、本当だ、さあ柴田は丁寧に降りていく、リャンピン山には1枚ずつ、杉浦が積もるかもしれないぞ、また無筋だが押していきますね、一応ワンチャンスですか、うん、あーウーピンの方だ、これはリャンピンいっちゃうかな、いやでももう積む番残り1回、降りる手も有力です、ローソーがギリギリ切れますね、中筋、ただ勘助に危ないもんね、サブローソー通ってません、リャンピン強くいくもあるし、ギリギリ粘ってローソー打つのもあるし、はい、まあ完全にね万全の下来てやめるもあるし、リャンピンだまっすぐいったが、ここは古川の上がりです、リーチで1300は1600ね、どうなんでしょうね、はい、うん、ただ面談でも親権キープのためのダリアンピンみたいなもんだもんね、うん、ほぼ上がりはないですもんね、うん、あと1回ですから、はい、なんかねあのドラガーウーピンのリアンピンって親番の時は切りやすいんですよ、はい、ウーピン積もられて親かぶりするより安いケースいっぱいあるんで、はいはい、まあ、なのでリアンピンそのままブンと勝負するのもあるし、うん、ただこっちの方がね丁寧なんで一、はい、ついくんらしいですか、はい、リアンピンを引っ張りましたよね、うんうん、そして柴田とんでもないハイパイで3面続きてます、ね、ドラは急走、あんまりワクワクはしないけど安いですね現状はね、はい、あの何のあんこがね、はい、パーマンとかに変えてくれれば、いやいやいやそれを言ったらね、そういうシステムがあればぜひ使いたいところではありますが、まあ、そういうシステムあるならドラに変えてもらいたいですけどね本当です、はい、全部ドラにしてほしいあんこは全部ドラ、さあ柴田が早くもいいシャンテ、これはもう先制リーチは間違いないと言ってもいいでしょう、かなり形もいい、さ
一つヤドラの急走が1枚だけ、うん、はい、リーチです。これはリーチだよね。リーチですよね、うん、さあ柴田数走の方打ってリーチ、はい、サブロック9ピン。ドラの急走とか引いた時見たかったですけどね。うーん、まあ愚形でもリーチしとけば、ね、はい、みんなの支配だいぶおとなしいんで、ええ、一人旅の可能性も十分あるからね、はい、リーチもありますからね。これは大概誰がいてもリーチだと思うんで ね、ちょっとね、できればドラが1枚とか安牌があんことかあればいいんですが、そんなこと言ってもしょうがないです。三面ちゃんで、ここは柴田が先制リーチ。もうね、追いつけそうな選手もいませんから、うん、しばらくは一人旅になりそうね。追いついちゃったら二人は補充になるもんね。本当ですね。勘助と一つ行くのはね、サブロキューピン全部使い切ってのとこはなかなか難しい。ここは一つ井が若干ですが伸びてきたので補充の危険もあります。ドラカさんだったりね、カンパスを引いたりするとね、ちょっと行きたくなりますよ。カンチーマンだとね、まだドラの処理に困るから、はい、そうですね。さあここは柴田あっさり積もって、リーチ積も1000オール。現在首位の柴田 190.8 ポイント。もうね、うん、今節来節ぐらいでプラスプラスとくると、まあ9割以上、まあ本人はね、そうは思ってないでしょうけど、はい、うん、まあ安定感抜群なので、うちらから、はい、第三者だから外野で勝手に言わせてもらえばもう堅いよね、と思います。もうこの時点で柴田、まあ一枠はね、ね、硬いかなと思われてる方多いと思いますよ、はい、まあ、本人だけはね絶対そうは思えないでしょうけど、柴田は8節中 1節しかマイナスしてないんですよ、ね、そんなのいいんですか、許して宇崎さん、うん、まあまあね、許さないっつっても強いからしょうがないよね。許さざるを得ないというところでしょう。うちら対局者は許さないように打ってるんですよ。それはそうですよね、打ってるんだけどなっちゃうからしょうがないよね、はい、いや非常に安定感抜群の柴田、まあまあ、あのね、結婚のお祝いにいいんじゃないですか、今年は、ね、結婚祝いの、はいはい、190ポイントです。あの法政に行ったメンバーが結婚祝いとは言ってくれないと思うので、ここまだね、ここまではいいんじゃないですか。藤崎さんのって全然分かんないじゃないですか。高級するかもしれないけどね。それは分かんないけど、はい、まだ分からないです、うん、お互いに頑張ろうね、はい、あ、お互いにもちろんです、はい、さあペンサンマンを引いたのは杉浦、ドラはチーマンです。一つ絵がチートイツのイーシャンテン、そしてこれは柴田はまたいいんですよね、多面つできている。ただ2巡目に流派を切ってるんで、本人はテンパイしたらリーチしたいんでしょうね、きっとね、一つ絵ですね、うん、はい、闇天で疲労気になればね、もう全部自敗と端っこだけ残して佐々木久とシステムで、うん、行くと思うので、はい、ただそうするとね、いかにもチートイですよってスタイルになっちゃうんで、若干リーチって言いづらくなるんでね、2巡目流派切ってるとまだ、うん、まだいくらかね、はい、いくらかですけどね、はい、さあ杉浦もいいですね、いいシャンテンですよ。そして柴田単品系で伸びていけば高打点が見える。古川もいいシャンテンです、うん、まだ一回も泣いてないね。泣いてないです。さあ天敗です。ここは両面に変えて、ピンフで、うん、これは一応3個の渡りは見たいですか。見ますね、はい、うん、嘘からやっぱポイント的にね、ちょっと自然にできてくれるスワンコを逃すわけにいかないよね、はい、一つ井は現在マイナス 80.5 ポイント、うん、10位の藤島とは、まあ、24ポイントほどですからね。おお、ここは
ダイレクトで積もりました杉浦。300、500は400、600の上がり。一安心と。はい。さっきからね、テンパイは早いんだけど、最小形がちょっと納得いかないケースが多い。そうなんですよね。さあ、トン三局。古川の親番となります。古川ね、ここ近年、こう稀に見るこの古川のこの位置、ポイント。ね、珍しいですよね。はい、マイナス 43.8 ポイントと今季は苦しんでいる。スタート悪くなかったね。スタートは良かったんですよ。第一節は、ね、首位でしたか ね。元気やねとか散々言ってましたもんね。はい、ちょっと最近元気がないが、ハイパイはいいぞ。しかしちょっとまだね、動いてないのが本人的にもどうなのか。これもさすがに動けない、ね、動けないですね。声を出していきたいところではありますが、あの古川さん以外があのハイパイだとめっちゃいいんだけど、ね、はい、古川ファンパイだとか、あれでもリャンマンから来てないあの人、いや、え本当だ、ファンパイ残したい、あ、統一チーソドラなんですけどね、見てるってことですよね。まあ、ね、これいいシャンティンですからね。いやでもファンパイ重なったらチーソパーソいきそうじゃないですか。あとなんかEピンとかパーピンとか引いてくるとかね。9ピン引きはさすがに1通が見えて6000ホール見えるからね。はい、さあこれが古川親の先制リーチが来ますよ。分かんないよ、古川さんやめてもあるからね。そうか。さあ一つにもドラのチーソを引いてイーシャンテン。柴田は地風のペイがドイツでマンズが多め。古川テンパイ入るか。それ、うん、分かんないね。6球層引いてもスチーピン引いても手が割りあるからね。はい、シンプルなのはね、リーチに行ってしまうのがシンプルではありますが、なんか古川はいかなそうな気もし、あーっとドラのチーソー重ねた。ちょっと使いづらいですけどね、現状は ね。でもなんか数ピンとか引いたらね、はい、なんかあのタイヤもあるし通もあるしね、闇でもありますよね。うん、まあ、タイヤの方は確定しないですけどね。はい、いいピン全入れ、9ピンですよ。これはまあ6ピンですね。うん、仕掛けそうじゃないですか。確かに。いやでもな、数ピンチしたらシャンプー棒にするんですかね。いや、しないんじゃないですかね。面ですか。数ピンチしてシャンポンにするぐらいなら、はい、E ピンが全切れですからね。あ、全見えだから古川さんはね、はい、手代わりも弱いんで。確かにそうですね。さあロソコラ先に処理していく。数ピンチしてシャンポンにするぐらいなら中根風良さそうだもんね。スーピンチしてドラ切りはなんか古川ありそうですよね。え、急走チしてドラ切りとかあるんじゃない。あ、そっちの方ですよね。三ピンとかは間違いなく泣くでしょ。三ピンは泣きそうですよね。三ピンチーソーはね、チーソーは藤崎さんでも泣くかもしれないですけど、うん、泣きますね。うん、さあ杉浦単用のいいシャンテン、カンチーソーの受けは払いたくないですね。でも二差しがあるから、あ、二差しか、そっかそっか。さあ二差しのイーシャンテン、マンズを引きます。トンペイがドイツ、なかなか電波しない。ペイ、ペイは2枚目。柴田ポンしてイーシャンテン、ハツが2切れ、ハクが1切れ。ここは安全牌の方を持ちます。形を結構決めましたね。はい、来た来た、あっと休めだが、ここはドラをスッと打って闇点です。まあまあ、ロース危ないんじゃない。これロース危ないですね。ロース危ないですね。あー、リアンソーだ。2差しは見切った。3層が、いや、場に1枚か。しかもね、数層3枚見えて良さそうだけどです、ね、どちらかというと安全度ですね。古川に対してですか。そうですね。
さあ、古川。スーピン行きたい。リーチだ、つむぎりリーチ行った。さあ、町は6球走。球走ションパイなんでちょっと嫌ですけど、ローソーは掴んだ人は危ないね、意外と。意外と、はい。まあ、三蔵も取ってないからあれですけど。通りそうには見えますけどね。ただ、勘助の数走は切りづらくなりましたね。ですね、あのリャンゾーのワンチャンスなんで 2-4、はい、って切っていく予定で勘助リャンゾーを打ったと思うんだけど、リャンゾーを見てリーチって言われたのが目に見えてますからね、はい、あでもイーソープッシュしましたよ、うん、ワンチャンス、イーソーが通れば、まあ、数走もそうね、なんかあの、ね、3枚目のリャンゾー見て、おワンチャンスになったってリーチ来たようにも見えなくなってね、はい、さあ柴田球走あたり、はい、一旦安全パイのチューンを使う。こうなると柴田は転敗すると宝珠の未来がある。あ、キュースこれいったかな、これはいっちゃうかな、一旦数層我慢する、うん、なんかねシャンポンがあるんだよね、あの小層切り転敗が見えてるんだよね。例えばダブトンと9層のシャンポンと か, とかね、これでやめになるか柴田。マンズの下は全て通りそうです。9万も現物、急速にもなくはないけど、ね、まあ、ポイントに余裕あるんでね、9万ですか。でも調光してるところは切りたそうだね、はい、あギリギリ粘ってる感じね、粘る手を模索していたかさ、飛んでますけども、これは行って遅れている。柴田も泣かない。杉浦もトーンが通っておやおやとなっていそう。数万の方は現物です。2万は1枚切れだが、単野が消えてしまう可能性をどう考えるか。役配の片割れがなければね、急走のシャンポンだと例えばあのイースーピン急走とかね、そういう形になるんだろうから。はい、単品差し込みになったね、気に打点アップしました。テンパイしてたんですね、ウッパー走待ちなので、役配との絡みがなければ急走は当たっても高くは見えないと思うんですけどね。となればこれはテンパったら打つぞ、テンパったらいきそうですね、一つ目のパーソーは結構厳しいですね、高めのパーソーはもうない、安めのウーソーが 1,2,3,1 枚だけですね。まあ、柴田プロもこれはトンで固くいくのかな、固く今行きそうでした、うん、はい、嘘現物ですけどね、うん、一つ岩は明確になんか危険なところは切ってないように見えますけどね。でもまあ三蔵とかは切ってる、でもワンチャンスか、はい、そんなには目立たないですよね、うん、ここはから切りを入れていく。今通ったローマン、6球層はあれ6球層、9層はあと1枚柴田プロまた掴んできたんだね。そうです、重ねました当たり、はい、めっちゃ残ってたんじゃん、9層全山だった、全山だったんだね。そうですね、ただ全て吸収されてあと1枚だけあります。バーソンも1枚、流局は古川、はい、一対の二人転敗。うん、リッチ行きたいですけどね。うん、いや見てんならあっさり拾えてたけど。あっさり拾えてました。リッチ行きたいよね。ドラマで切ったんですからね。そうですね。さあ古川レンジャンベストの三曲一本馬、京卓が一本。ドラは馬、まあ、コッパあるんでね、一手君からすると上がりたかったでしょうけど捕まなくてよかった、はい、でしょうね、打ってそうですよね、あの単品3色までいったらあの手は止まらないでしょう、急走ぐらいはね。さあまた古川、これは面前で行きたい手ですよ、1日3がほぼできてますよ、イーシャンテンやばくないですかこのハイパイ、来たくてしかもない今のチーしていやでも泣くかもしれないな、京卓1本1本馬、普通は絶対泣かないですけどね、はい、
なんだろう、この泣いてほしいなみたいな期待感。いやー、なんかあの A リーグであの E マンをもし出てチーって言う人は古川さんしかいないもんね。いないと思います。可能性ある人はね、はい、ジャントー探しね、パーマンジャントーでもいいからウーピンぐらいは残しておきたいですけどね。残しておきたいです。だって形決めたってことは E マンチーっていう可能性あるよね、はい、だってね。さあ E マンは柴田に重なりました。捨て張りが派手、ちょっとパーマンあんこの分まだ普通形決めないもんな。あのチーマンとか9万持ってくれば別ですけどね、はいはい、ウーピンを伸ばしていってパーマンジャントでっていうのも ね考えたいところ。さあ E マン出るか、出ます。チーピンの方でした。ちょっと切ってほしいな。切ってほしい、切ってほしいんですけどまだ切りそうにない。古川さんのスタイル見るとね、かみちゃんの芝吉何切っても流れそうだと思いながらやってるでしょうね、はい、チュンチャンパイを4枚切っている古川。ウーピー以外は全てつもぎり。三茶の杉浦もゴロチの三色が見える後輩、後手牌です。またトンを仕掛けていく、はい、これはウーマンとか引かない限りイーマン出る意味ではあんまりなさそうですね。さあスーマンが流れてきました。スーマンね、芝吉泣かないと引いてたんだけど、はい、ズバッと引いてました。古川さんが国士の可能性もあるからねちょっと厄介、ね、見なきはしづらいよね、はい、トン1枚目から仕掛けていったのは、広柴田です。これで3層になるか、差し子は見切っていく。そして古川ですよ、引けない。今はあと1枚だけ、スーマンも1枚しかないもんね。厳しいですね、イースマン。さあ、リャンピンチしてイーシャンテン。リャンカー残しますね、いっぱいです。ポイントいっぱいあるとはいえ、やや怖いですね。ちょっとね、これ3フーロでカンチャン待ちとかになると。ただ古川さんのスタイルが速い人のスタイルじゃないもんね、はい、基本的にはね、あのなんか企んでる人のスタイルであって、スピード感ある人の切りでは普通ないんだけど、はい、まあ、今回は実はねレアケースでめっちゃスピードある人でしたってことですからね。後輩パイだったんです、ね、ペイとか絶対安全パイには見えないもんね。そうですね、残しづらいペイ残して3万切るとか意味わかんないもんね、はい、3万も親の安全牌とはいえね、ドラマ他の人にはドラマ対ですからね、それで3万切り。小さな町のテンポ、こうなればかなり上がれそうですよ。ただ小さな3切れですけどね、直前に最後の、3枚目の小さな切られている。いっぱいあるね、いっぱいあるってことは古川さん数層引くとかあるね。ありますね、確かに数層3枚ある。天板ないね、ほぼ変わってませんね、ハイパイから。古川さんも小層しかちゃんとになってないもんね。小層、いや小層ですね、小層は捕まえようがないもんね、はい、10万とか9万ぐらい持ってきても良さそうですけど、ね、いいですよね、それぐらいは。まあ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 一応採用します。
ただこれで数層は補充になりますか。なりますよね。リーチも入ってるわけではないですし、まあ、ただ古川さんだったら数層引いていい層キルあるな。あります、十分ある。さあ一つシートイツのテンパイはドラのウーマン探検、これ2枚ありますね。およスパキチ掴んだら危ないんじゃない。いや打ちますよね、おそらく。どうかな。ただ古川さんがチートの闇に入ってるように見えれば打たないかもしれないね。ただ行きたがりだからね。行きたがり、テンパイから降りるのは好きじゃないんですよね。柴田みんな好きじゃないだろうけど、はい、結構ギリギリのとこまで踏み込んでいく選手。さあウーマンズバット入ったぞ杉浦。うわでもリャンドスソは目に見えて切りづらいね。となるとハクハクはハクももっと切りづらいんじゃないですか。失敗か。でチーマンも切りづらいから、もうそうね、リャンドスか切りようがないね多分。いやもう全部切りづらいんですね、うん、やめましたよ。キワート1枚。地層はまだ。古川さんはいつ電波入りさせる気でいる。全く入りませんね。リャンゾー持たなかったね。リャンゾー持ちませんでした。リャンゾー持つと結構広いですよね。多分。あ、それも。うん、はい。リャンゾーじゃない。バタはチーマンどっちを切るか。まあチーマンかな。チーマンどっちもチー入りそうな気もするけど、スーマンの方入らない。スーマンだと入らない。チーマンは間違いなく入りそうです。チーマン入りそうです。3万が3枚切れなんでドラヒョンとスーマンの方切りましたか。うん、いやー撤廃しない。古川はだ。脳天ですか、あのハイパイ。もう一回あるか。もう一回あります。さすがに最後には転廃するんじゃないか。さすがにっていうほど広くはないけど。そうか。あ、チー。あ、いや。あ、スーマン流れてないか。これはチーだ、間違いなく。ギリギリ転廃が入った古川。最後のイーマンが泣けました。みんな上がりあるね、まだ多分。あ、ウーマンがいた。あ、ウーマンがこれが背景ですね。あ、そうかそうか。杉浦一人の点でございます。手詰まり、手詰まり。チーピンを打って3人転敗。よかったね、古川さん、転売してね。そうですハイパイからね、1枚引いただけみたいな形でようやく転売しました。あのローマンだけだもんね、引いたの。そうですあの誰かに上がられて親流されるのはしょうがないけどね、はい、流局して親流れるはないわって感じのハイパイでしたからね。さあ、古川連チャンピオン3局日本馬京卓が1本。でも数万は泣かなかったですね。数万泣きませんでしたね、うん、まあ聞かないけど後で聞いたら何て言われるんだ。さすがに泣かないよ、役ないじゃないとか言われるんだなまあもともと経典は嫌いですからね。そうですね、あの思ったほど多分皆様が思ってるほど古川景色天敗の仕掛けはそんなに多くはない。だから多分流局した時の天敗率はそんな高くないですよね多分ね。勝又藤島あたりの方が高そうですね、うん。さあ、そして古川、今回はダブトンが統一です。まとまっている。ダブトンはみんな泣くでしょうけど、ええ、それ以外のパイをどうするかですか。課題は両面2つありますもん ね。それはちょっとね、泣きたくないところですけど、一応タンヤオの渡りが効くとはいえ、タンヤオにしようと1500だからね、はい、さあ、いいシャンテン。ダブトンあんこか、差し声の変化を見たい。トンが来ました、杉浦。リャンゾーチーとかダメですか。リャンゾーチーはルール上は OK だよね。ルールはいいですよ大丈夫です、やっていただいて。
ラドラドイツなんですよね。トンが出たぞ。もうこれはポンでしょう、うん、さあ天杯はリャンソー。ルーはね、大概の人ポン点取りますよね。黒沢さんと山井ぐらいだよね取らないのね。黒沢さんは取らないかもしれないですね、うん、リャンピンです。あと世界の無視も取らないですからね。世界の、ああいや、あの人もね、うん、友武さんですよね。うん、ムッシュの、あ、ムッシュ、病ですか。病は取らないですよね。山井さん取らないですか、うん。まあ、2枚目はなくけど暗号になるかもしれないじゃんって言い張りますからね。あ、確かにみたいな。それはね、そんなこと言ったらそうじゃないですかね仲良くやってすいません、はい。古川、はい、ラブトンで1000は1200オール、はい、レンチャン成功です。だんだんリズム掴んでくると怖いからね。いやー、ちょっとね、古川のペースようやく内定上がりが出ましたから、うん、まあ、あの普通の泣きなんでね、はい。なんか今回は純ちゃんのようなハイパイです。ローソーがドイツ、チビアンコなんじゃないかな。チビアンコか、なるほど。こちらは杉浦ドラターツがあります、うん、一つ岩ピンゼ一メンツ、はい。勘助がトンから切ったのがどうかって感じだよね。先ほどの曲ですね。あの、まあ、柴田プロに仕掛けが入ってるので、はい、どうぞ柴田さんなら泣いてくださいってことなんでしょうけど、裏目に出ました。出ましたね。まあ、もうこの辺まで来るとみんなトータルポイントを意識しながら打ってるでしょうから、はい、ね。現状は芝吉を眼中に入れてる人は誰もいないと思うんで、ね、ないですよね。他3人はね、かなりポイント近いですから。近いね、はい。だから間違いなく言えることは、古川杉浦の2人はね、はい、自分が結構負けて一つにいっぱい語れるのだけは絶対に阻止しなきゃないと思ってやってると思うんで。ということは一つの親番とかはやらせたくないわけですね、杉浦古川からしたら。まだそこまで切羽詰まってないからね、まだそこまでではないでしょうけど、できればね、はい。まあ、解説してる人も含めてね、解説してる人も、古川さんよりはちょっとまだちょっとだけ、ま、気持ちでも一つ行くに20とか語れるとワクワクしてくるよね、はい、ワクワクするんです ね。はい。藤崎さんは現在マイナス 39.0 と古川さんの1個上の順位。あれ、間違ってない？俺130勝ったんだけど、130勝ったんですけど、残念ながらトータルは今マイナス39なので。ああ、そう、はい、これは間違ってないと思いますよ。そうなんだね、はい、残念ながら。さあ、こちらは一対です。4対1。そして柴田一つ行くのはね、難しいよね、はい、立ち回りがね。うん、まだ全然ね、そんなに黄色信号ってわけでは全然ないので、はい、ちょっとね、近藤さんはそろそろ黄色信号ですけど。そうですね、一つ近藤が 130.0 ポイントのマイナスで12となっています。一つ行くは約50ポイント差。一つ行くもね、現状キープできれば最終的には呼吸しなさそうなポイント。そうですね、ポイント的には。ただね、負けてるのは間違いないんで、ずっと見てていいわけではないから、はい、いつ勝負かけるか難しいですよね。そうです。こういう一ついいシャンテン、こういうね、チートイドラドラの3000、6000決まってくれると展開非常に楽になりますけど。嬉しいですよね、これが決まったら。古川さん、トイトイとかないよね。ある。いや、ありますね。ある、これはあります。経典含みのトイトイ。うん、ただ経典ってあんまりやらない人なんだね。あ、これでないかな。いいピン、あ、3ピン、9万はなんか切りすぎるような気するね。ドラがチーマン、ドラのペンちゃん固定なんで、いいピン切りです、うん。まあ、普通に1枚切れてる一番可能性の少ないパイってことですか、はい。
柏田関連ピンが入ったぞ。残しません古川。さっきイーピン統一に手かけなければ天秤かけられましたけどね。はい、チート2。古川さんは選んでチートをやるタイプの人じゃないもんね。手広くなる。おお、勘助がチーマン重ねてる。ドラのチーマン引いてますね、杉浦。チーマンあと1枚全員欲しい。あ、勘助もいらないか。欲しい。杉浦はあ、どっちでもいいですね。欲しいといえば欲しい。お、リーチ。天敗だ。リーチまだあるか。やめて。はい、これ山に1枚。ああ順目もありますし、まあ、このままプレッシャーをかけにはいかなかったと思いますよね、はい、あの自分の点数増やすことだけ考えればリーチの方がね明らかに得でしょうけど、バランスを考えると得かどうかっていう判断ですよね。はい、さあドラタンキ一つい、そして純ちゃんイシャンテンの柴田、こちらを親番で、はい、イシャンテンの古川。一番誰に行くかだね、これね。天敗だ。うわ怖いね、この4点。6、9万。しばくちゃ危ないね。6、9万。チーマン引いちゃったら。チーマン引いたらアウト。リャンズを引いたらどうするんだろう。シャンポンですか。シャンポンに受ければ助かりますけど、ただ打点が違いすぎるんでね。はい。そう、面前で引いた時はシャンポンでも十分かな、マンがあるからな。ただ泣いた時はカンちゃんにペンちゃんにしたいよね。純ちゃん三色ドライチ7700ですからね。これただカンスケチーマン掴んだら危ないね。確かにチーマン掴んだら打ちますよね杉浦おそらく。いやわかんないですけど、もう順目が順目なんで打たないかもしれないですね。なるほど、古川さんも1万掴んだらアウトだ。9万が出ますね。1万掴んだらじゃないね、1万引いたら、はい、まあ、補充してしまうわけですから掴んだらと言ってもいいでしょう。まあ、ただ持つもがないからあと1回だからね。最後ここで1万引いても天敗じゃないので9万は切らない。そうか、あ、本当ですね、切りません。あと1巡早かったら打ってましたね、おそらく。そうですね、打ってた可能性がある、うん、さあ、前局とは前々局か、前局は杉浦一人の汚点でしたが、今回は杉浦一対の二人転敗で、親が流れます。随分静かな感じになってますけどね。ここまでは平均打点が非常に、低いこの1回戦となっております。4局杉浦の親番ドラは数層、はい、まあ、でもこの静かな展開だとどうかな。古川さんと一つ行くのは苦手じゃなさそうだけどね。勘助と柴田プロに関しては少し打ち合いになった方が強そうだよね。打点力ありますからね、2人ともね、はい、まあ、ただ2人とも、ね、そんなにスーパー高打点ではないので大荒れまでは望まないでしょうけどね、まずまずちょっと中荒れぐらいには、ね、はい、なってくれた方が得意でしょうね、まあ、ただこのクラスの人たちこの展開苦手って人もそうそういないでしょうから、古橋さんみたいに、いや、はい、僕は意外と好きですよこういう展開。あ、そう、はい、この展開になるとだって古橋さんほとんど上がれないじゃん。だってそう、まあ被害は小さいかもしれないけど、ね、被害小さいから大きいラス食わなくていいな。ちっちゃいなおい。あ、いててて、さあこのシャアは痛い、痛いけどあれだけ整ってるとね少し
自敗ばらまいておきたいよね、序盤に。うん、そうですね。だから運送にドラの数層をくっつけるっていうよりは捨て牌をおとなしくしたいっていう方が強いでしょうね、はい、うこれも2枚切れのトーンを先に切っていく、うん、さあただ他の選手もいいですね。一つ言わなんちゃでなんかといつ、はい、ってことはあのシャートが失敗するリスクはあるけど、吐くポンって言った時に満足もう1枚泣かせてもらえる可能性が高いっていう打ち方ですよね。十分ありますね。これは捨て牌がいいですから、うん、露骨に行くとあのシャーとかね、ああいうのは簡単に捕まえられるんだけど、はい、ただ1枚泣いた時の2枚目がね相当泣きづらくなってくるので、まあ、どっちがいいかですよね、はい、あの相手にプレッシャーかけるのが好きな人は露骨に行きますよ ね、 そうですね。でおとなしめに行きたい人はやっぱりね自敗から来ていきますよね。藤崎さんのようなそうね、ただあ、古川タンヤオが見えてきました。これを仕掛けていくぞ。あれは打点が上がったんじゃなくて役ができた方だよね。そうですね、ドラとのスライドなので普通はね打点上がったと思うんですけれども、古川の場合は非常に大きな数層ですね。なんか両面からでも泣きそうだもんな。うん、泣きそう。3万あ、泣きませんよ藤崎さん。これちょっと話が違いますね。体調これパーソー先に切るんだろう。そろそろ2枚入れですよね。あ、そこそ、地層、あの字では泣けるわけないか。体調悪いのかな。いやーね、顔面からは泣きませんでした。体の調子がちょっと、大丈夫かな。まあ、古川さんじゃなければ普通ですけどね古川さんじゃなければ泣いた方がびっくりしますけど、はいはい、でも藤島だったら泣いてたかもしれない。いやーどうですか ね、まあ、ね、可能性があるのはまあね藤島さんとかそれぐらいか。ウーピンはカンちゃん、カンウーピンでチーしてギャンピン切りです。あーどうなんですかね、パーピン3枚切れだからね、両面の方が泣きやすいような気しますけど。お、両面泣くと両冠になりますね。そうね、はい、ただ最終形が両面にならない可能性があるから嫌ったって感じですか。さあもう一回これはウーピン切られてしまいそうだぞ。うーん、地位点警戒するのかな。ただ古川さんあんまりそんな地位点とか多くないからね、はい、切るなら今のうちに切りたいけど切るほどの手になってないってことですか。さっきダブトンのポンテンとか見せてるからね、はい、今回もチーテンなんじゃないかと。チーテンかもしれないですね。そうね、チーテンだとは思ってないだろうけど、はい、まあ、万が一入ってるかもねっていうことですか。ただもうね、しばき手がほとんどもう手じまいに近い感じだもんね、うん、そうですね、もうピンを抜いてもうピンズ一面ず落としてますから、はい、あ、一つもただローピンとか合わせ打ってるから絶対泣かさない構えではないですね。まあ、あの勘助の親番なんで、はい、安いので流してくれるんならある程度どうぞみたいなね。柴田はずっとそういう展開でも、うん、ね、子供が上がっていく分にはそうね。ただチーテンの可能性ももちろんあるので、はい、危ない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 。さあ杉浦マンズのいついいシャンテン、一つがチートイツのいいシャンテンですがどう構えるか。いやーチートイだとするとウーピンチーピンパーピン全部吹いてるんだもんねただまあでもウーピン切るとウーピンパーピンって切れるから、はい、あ、まあ切るならパーピンからですか。パーピンが3枚見え、ああ、どっちかというと折り気味ですか。はい、イスマってインマ1枚しかないんだよね。本当だ、本当ですね。うわー掴んだ、あら、いいシャンテンですね。ああ、まだテンパイじゃない、はい、まだテンパイじゃないんですよ、うん、ってことはこれ数万がない、数万なし、高めなし、シーマン手配に1、2、場に1枚だけか。うん、
あ、掴んだ。あ、打った。ラスハイですけど、はい、ここは古川が掴んで杉浦の上がりです。各本一5800、7000点。本一に見えて、やっぱりだから関係の切り替えうまかったですね。はいはい。本一に見えてたら古川さんが切るわけないもんな。あの泣きが生きてきましたか。あの捨て牌が生きてきましたね。捨て牌バラ切りしたのが生きてきましたね。さあ杉浦連チャンです。トン4局は5本場となります。はい、中道点が出ましたね。出ました。はい。十分すぎる上がり。あ、失礼しました。7700ですね。7700は、うん、8900の上がりでした。失礼しました。5800って言ったの？言ってな、言いました。はい。そうですね。白あんこの初がジャントでペンチーマンで取れるので、はい、7700でした。失礼しました。さあ古川、積極的に声を出していく地風のペーのポーン。こ、うん、れはイーマンです。高校生の部活動みたいになってきましたね。はい、声出していこう。はい、声出していきます。まあ麻雀においてそれが正解かどうかは分かりませんけど。はい。さあ柴田が早くもいいシャンテンです。古川さんも今日のメンバーだとちょっとね、はい、負け頭とかになると寒いもんね。いや、そうですね。これどうするの？三蔵掴めばリーチですね。そうですね。三蔵掴めば。数層掴めば。三蔵掴んだらリーチ。はい。数層掴んだら闇点ですね。そうですね。はい。さあ古川、当然ね、二巡目のリーチなんで現物も少ないです。一つは現物を切っていく。柴田の町は関連マン、古川が1枚持っています。まあ、ただドライマンなんでね、簡単に出るところではない。そうね、ただ筋とかになると危ないけどね。はい、古川さんも今持っている。はい、現在安全牌続かないでしょうから山に2枚ですか。2枚です。あとは杉浦がね、現物ありますけどここはまっすぐ来ていますから。サブローソーが現物、ローピン現物、リャンゾーがワンチャンスですか。ダンリャンゾーからになりますか。自分の都合で行くならリャンゾーですけど、はい、一応安全に行くならチートイツも見ながら。あ、なるほど、三層切り。だいぶテンパイは遠のきましたけどね。はい、ただだいぶリャンマンとかは打たなくなりましたね。そうですね、こうやって受けておけばまだ、まあ虎のそばは相手は打たないでしょうからね。急走か。老僧全見えということはかなり、まあかなり降りるなら降りれそうですね。はい、次小さくなりそうですね。これは一人旅かな。一人旅でしょうね。古川もまだ、古川さんもローピン打ってるんで形を残してないんでね、はい、形残してなくて手詰まりだと、あ、これいいシャンテンだから、これなんか勝負しそうだね。いいそうか。三ピン、タイヤを残すならいい総切りか。怖い総切り。三ピンもね。はい。当たったら諦めていいぐらいの、ね。第一だ、ローピンの筋。三ピンも、まあ、比較的切りやすいでしょうから。うわ、三ピン重ねた、テンパイ。すごいな。これはいいピン切る一手ですよね。リーチ行くかどうかだけですよね。リーチは行きません。チーマン短期。あら、2枚。
あの三蔵切りが天杯への近道だったんですね。わかんないもんすね。はい。誰？だいぶ天杯なくなったねって言った人。いやー、言ってましたね。誰かが。古橋か。いやいや、すごい汚いですね、そのやり方は。汚いとか綺麗とかないんだ。あ、そういうのじゃないですか。ないな。はい。サチーマンタンキ山にありますからね。これ単野を積もちいといつ積もれば3200ゴールだが、リャンマンを積もったのは柴田、うん、リーチ積もドラ、千二千さあ柴田の上がりで何人となります。内局一つ井の矢番です。ドラバーリャンソー、うわ、一つのハイパーいいな、これはいいぞ。いいマンくれば一通完成じゃないですか。うわー、すごい、いいマンがくればっていうハイパー、どっかで見たことあるね。あれ、トン三曲に古川のハイパイと一緒だ、イーマンが来れば3色みたいな。ただということチーマンの分ちょっと広いですけどね。はい、あでも古川さんイーシャンテンだったもんね。チートん、ああ古川ハイパイイーシャンテンでした ね、トン3曲は。さあ一つい、これは高ハイパイを手にしましたが、うん、イーマンもしかしてあと1枚しかないんですけど、まあそれもさっきと一緒だね。はい、いやもう目いっぱい自敗を打ち出していく、はい、古川さん。でも次はドラヒョウの位相だよね、多分チートイだもんね、うん、チートイになるなら。そうですね、あちゃんたけも少し見てんのかな。いやまあまあこれでもいいですね、単品3色とかがありますから。単品か嘘打ちそうですか、ここは嘘切り、まあ、一つになる可能性からいくとね、はい、三品の方が広いでしょうけど、まあ、ただ、はい、ウーソの方が柔軟性はありますよね。うん、引きません、もう一手進めたい、ま、ん早く進めたい、ね、まんず2枚ポンポンとか引いてくると一色手間だろうもんね。ありますね、確かに。アフリカはここでイーマンをリリースしていく、はい、杉浦も、うん、リアンシャンテン、まだ時間かかりそう。キューピンか、まあ、これ7、8、9、イーシャンテン、ピンク3色、イーシャンテン、パーピンよく見えるね。あ、本当ですね、4枚目のキューピンを引き入れました。あ、ただ柴田プロがドイツなんですか。はい、あと1枚、急走も結構薄いですからね。パーピンめちゃめちゃよく見えるね、これ。リーチ行きますもんね、急走引いたら。おそらく、ね、めっちゃ急走引いたらめっちゃ手応えあるぐらいのリーチだね、はい、これパーピン引くより、あ、テンパイじゃない、ごめんなさい、言いちゃって、パーピン引くより急走引く方が嬉しいぐらいの馬強になってるもんね、多分ね。なかなか引けない、打点の種になるところがもうかなり山に残っていない一つの手配。急走1枚、パーピンが1枚と、イーマンが1枚という。まあ、急ピン3切れなんでね、自然となんかチピン重なるとかしてくれると、はい、一通に戻ってくれればね、そうですね、一通崩れてもピンクのテンパイは結構、はい、手広いですから、はい、なりそうですけど。まあまあ、シャートイツですね。古川これ仕掛けていく可能性は十分ありますよ。ドラの処理難しいですけどね。ドラがそうか、ドラが1枚なんですね。もうしないよね、まさか。しません。まあまあ、なんか古川さんもね、あの使える可能性のあるドラはそんな簡単に切らないですからね、はい。そして杉浦がドラのリャンスを重ねている。柴田が3ピンをポンしていきました。タンヤオのイーシャンテンです。サブローマンとスッチーソー、
辛いね。辛いです。あーパーピン、パーピンちょっとちょっとパーピン。パーピンはちょっとパーピンは。あ違うね、カンスケのパーピンだ。そうですね、はい。でもまあチーテンは取りたくないか。チーテンはね取りたくはないね。はい、ドラ。あれ古川さんからドラ引っこ抜いた。本当ですよ。あれ昭和基地これ天杯は打つかもしれない。いや打ちそうな気がしますけどね。さあ杉浦メンツでもいいシャンテンになりました。ここはペイ切り、うん、でイーマンがなくなる。一ついは厳しい。柴田が天杯したら連想が危ない。しかも一つい君急走まで1枚あるんでしょ。リーチ、はい、リーチ行きました。急走1枚あります。これ一つい君急走引かれたら芝吉が相当危ないね。あ、本当だ。もうパーピンしか切りようないでしょってぐらいですけどね。あ、引かれません、引かれません。ローピンは現物。ここでもうパーピン打つか。あ、ウーマンの方でした、うん、より危ない方を先に切ってるわけなんで、はい、パーピンはね、一ついにも通りそうに見えますから、うん、でテンパった頃にパーピンパーピンになっちゃうんじゃないのか、もしかして。大丈夫か。怖いぞ。次パーピンパーピンだよね。そうですね、古川に通ってないですからね、おそらく。シャアがありますね、まだ。でもシャアの本、あ、シャアは1枚しか切れてないのか、はい、じゃあシャアが先か。パーピンの方が安全そうに見えるもんね。いや、パーピンはもう相当安全に見えますよこれ。あ、でもパーピン受けなくなりました、うん、となれば柴田宝珠の危険は、もうないと言っていいでしょう。そして古川の連想短期は山にはありません。とか天杯復活を目指す一つい、でも今回の親番は意地張らなかったですね。スーッとやめましたね、はい。まあ一回意地張って補充したっていうのがあるのかな。そうですね、うん、キャンピンでの補充がありました。さあ杉浦、もうこれは天杯の可能性がかなり低いのでスピン合わせていく。脳天です。一つい。リャンピンは今筋になりました。まだ角番はありそうですね。相手が一ついか。天杯入ったら、ソーズ、チー、ソーパー、それ両方取ってないですね。しかも配点になっちゃったもんね。はい。うわー、天杯しない。ウーマンがある。パーマンもある。はい。古川の一人天杯で流局、はい、ちょっとひとつい君は浮き沈め大きいからね。もう親番終わってなかなかポイントを稼ぐっていう判断ではなくなりましたけど、はい、そうですね、浮きは欲しいね。現状若干の沈み。ただね、まあ、柴吉は全く気にしないでしょうけど、はい、古川さんと勘助からはギリギリの勝負になるとかなり辛く打たれるのは想像つきますからね。さあ柴田のハイパイはチュンが統一です。あとのターツは苦しい。古川は次裏はメンツテの方でいけそうです。さあ、ま、数万のポンからドラドラですね、古川は。うん、ドラドラですねって言っても納得いくポンではないですけど、はい。さあ一つ言は高打点が、いやでも厳しいかな。本一が見えるハイパイではありました。チュンは、柴田は泣きません。あまりにも手配が悪いか。
うん、ベンチーマンが入れば仕掛けていきたい。うん、マンズまで見てますね。本一ですね。ただ数万ポンされてますからね。数万ポン、そうでした。となるとターツを作るのが大変です。あれ、古川さん、カミシャからスピン出たらどう泣くの？スピン出たら、あ、ここで3ピン切ってきました。関数ピンで泣くんじゃないですかね。ってことはシャンポンを狙うってことですか、はい、パーソーを狙う感じですか。いやー、だいぶまとまってきましたよ。これがまあ古川の真骨頂、サーフィン打法ですからね。いやー、いいじゃないですか。パーピンからっていうのがまたね、これドラを切る気はあるんじゃないですか。そうだね、スッチピン引けばドラ切りますよってことですね。まあさすがにリャンウソとか引いたときはシャンポンにするのかなって気しますけど。ドラは？ドラが2枚あるね。2枚、ローマンも1枚ある。あるね。リャンウソは山ほどあります。あ、でも3枚切れてるか。リャンウソは4枚山。まあでも山ほどあるよね、うわ、ドラ引きそう。柴田もね、リャンウソがもう全然使えそうもないですから、うん、あ、これは泣けるか。泣けた。さすがにシャンポンだよねと思いたいです。よかったよかったよかったです。すげえ上がれそうだけどね、スッチピン。はい、いや、ひょっこり積もりそう。さあ、古川のシャンポン3山、高めのドラが2枚ある。で、普通の人がこういう暴れ方するとね、はい、ドラ持ってるの確定みたいな。いやー、本当ですね。古川さんの場合分かんないからね。ゼロの場合も全然あるし、ね、最後ウーピンはドラを引くために、まあでもないか、持ちすぎないようにも見えますね。でもなんかね、577とか持ってて、はい、最後までドラの受け持ってたとかね、そのパターンだと1000点ですからね。そうですね。一つはチートイツのみのね、いいシャンテンですから、なかなか行きづらいですよ。ローマン、これ当たり牌だ、うん、行きづらいけど、テンパイとかね、小さくても上がりが大きい展望状況なんでね、はい、難しいですね。てかローマンっていうのは結構通りそうに見えますからね。そうだね、危ないね、テンパったら危ないね。うん、危ないですよ、これは。選択に入ってきそうだ。まあ打たなければいいならいいピンとかの方がね、はい、明らかに良さそうですけど、自分の上がり見たらいいピン。そうですね、いいピン短期か白短期で、とりあえずは待ちたい。ここで打ってもおかしくないな。そうね、あ、ここは丁寧にいいピンから。いや、ただ次ローマンじゃないの、白ションパイだから嫌だもんね。はい、白はションパイは嫌です。あ、でもチーソーもあるか。でも古川さん食い伸ばしもあるよね。うん、うん、ありそう。カンチーソーとかもあるしね、はい、チーソーの食い伸ばしてもおかしくないし、そう、これは大丈夫そうです。お、1枚減った。さあ、これで古川の上がり牌あと1枚だけになってしまいました、はい、そして逆に柴田がいいシャンテン。そっか、パーソワンカンだ。うん、臨車にはいない。いや、難しいね。あれで最初手出しウーピンだもんね。はい、あー、ローピン、これはマドラですからね、出ませんけど。ローマンがどうか。あー、チーソーの方切りづらそうでしたけど、食い伸ばしはないでしょうってことですか。はい、ただカンチーソーあるからね。カンチーソーパーソン感で、あ、そうかそうか、消えたんで若干切りやすくはなったんじゃないですか。白も通りました。山からはなくなりましたけども、普通の人の感覚だとね、566ってピンズ持ってたら、あ、これはいったか。
これはダメじゃないですか、藤崎さん。で、どっちもアウトです。どっちもアウトなんで、まあ、ドラを切るわけにはいかないので、ローマン切りになりそう。リーチに行くが、フルカーが捉える。しかも、パーソワン間によりテンパネしております。パン屋をドラドラ5200は5500。まあ、切られてみて納得するけどね、はい、普通566って持ってたら5も大切ってるでしょって思うからね。5200はい、大丈夫ですね、はい、5200は5500で、まあ、教託のリーチ棒が1本ありましたから、はい、大丈夫です。ひょっとして64って申告したのかな、積もれば64でしたかね。はい、積もればそうです。いや、痛いね、一ついくんからね。しかもあれね、最初剣見てげんなりだよね。はい、どっちも当たり剣見ちまったいや、あらすはやっってないね。まあ、まだ小さいからいいですけどね、はい。まあね、一ついの順位になると一つの一ついだけにではないんですけど、一つのねラスが面白い、ね、今偶然ちょっと出ちゃったんで、あの一応言っただけなんですけ ど、ね、重くのしかかってきますからね。しかもね、これはあの解説してる人みんな言うと思うんですけど、後輩になればなるほどね、あのピンクゾーンにいる人には周りが冷たくなるんで、はい、あのね、ピンクゾーンの人をいっぱいさらに負けてくれると、うん、マイナス付近にいる人は結構楽になるんで ね、 そうですよね。一つい君にだけ勝たせないように打つとかいうパターンも出てくるんでね、はい、一つい近藤には勝たせないぞと、うん、あの自分が調子よくてね、点数伸ばせるときはいいですけど、自分が点数伸ばせそうもないなと思ったらね、はい、あのプラスマイナスからちょっとマイナス付近にいる人はみんなピンクゾーンの人を抑えに来ますからね、はい、逆に抜けてる人はもう全然お構いなしで、うん、だからあの例えば一つ君にしても近藤さんにしてもね、はい、あの終盤当たるのは上位陣と当たった方が恵まれてるんですよね。確かに誰も自分を抑えに来ないですから、はい、自由に打てますからね。怪人と当たると意地悪されたりなんかね。ね、そうですよ、フラッシュさん、ね、はい、肝に銘じて頑張ってくださいよ。僕はもう毎年やってますから、それを。ああ、そうなんですね、はい、結構慣れてきましたよ、うん、じゃあそろそろあれじゃないの、俺って嫌われてんじゃねえかと思い出してんじゃないいやいや、そんなことないです。なんかみんな俺には冷たくなってんなみたいなあんまりね、 A2 だとそこまであの高級人数も多いんで。ああ、なるほどね、はい。A1 だとね、やっぱ2人っていうところがミソですよ ね、 6分の1、 A2 だと4分の1ですから、はい、でよく言われるのがね、とにかく、まあ、若い人たちは特にそうですけど、はい、ね、決定戦に残るよりも残留する方が価値があるって言われますからね。なかなかね、 A1 リーグ席は14しかないです今年は、うん、まあ、沢崎さんが休場中なので。連盟、プロ連盟がね、多分今700人ぐらいいると思うので。あ、そんなにいるんですね。はい、その中の14人ですから、うん、偉いんじゃん、結構偉いですよ、藤崎さん。偉い、世界で2位だしね。世界で2位は置いといて、うん、あ、そうですか、はい、世界で2位もすごいですけど、あららららら、これは天敗で、あっさりとリアンソーが打たれてしまう2000点だが、いやいやですね、これは嫌な2000点ですよ、はい。杉浦が浮きに回ってしまった。で、柴田と古川はもう全力ポンチいきますからね、うん、このオラス。一つい一人沈みが。一つい君もね、ここ2節で80近く稼いでね、はい、ちょっと先生に戻ってきてる感じなので、そうなんですよ、ちょっと今日はね、まあ、あの少しのマイナスはね、うん、はい、それはしょうがないと思うんですよね、相手も、うん、相手も A1 ですからね、そうですね、しょうがないんですけど、大負けだけはやってないもんね、今日はね、はい。今日は黄色いクマさんのネクタイですか、どうやらそのようですあ、そうですか。一ついのね、毎回のネクタイのファッションチェックも恒例になってきましたけども、ね、はい、これはね、どうやらクマが書かれていますよ。瀬戸クマを意識してるのかもしれないですね、もしかしたら。なるほど、はい、じゃあ次節今度猿の絵描いてあるやつかな2人調子もね、立ち会い人のね、あの今日やってる猿川さんも、はい、まあ、A2 では
首位が瀬戸熊、2位が猿川と、はい、うん、内川さんが珍しく昨日負けましたね。そうですね。なんかすごい手の人がいたような気がするんですが、あ、柴田か、しごろのいいシャンテンですね。こちらは親の寛永杉浦、せめて一人沈みだけは回避しておきたいね。まあ、たった4ポイントではあるんですけどもね、はい、精神衛生上良くないです。いや、しかもだってあれじゃない、古川さん、勘助は直接ね、今のところ残留争ってるメンバーですから、はい、まあ、まだまだね、先あと4節はあるので、はい、今日終わってもね。そうですね、終わって4節まだまだあれですけど、杉浦に関してはまだあと今日終わっても5節あると、うん、さあ白を仕掛けていったのは親番の杉浦、はい、リャンシャンテンです。一つ芋もね、つも上がりだと、まあ1000、2000、いやー来ました来ました、両面両面のいいシャンテンになる柴田。いや、闇天3000、6000までありますか。ありますね。ただローピンは地位だよね、この展望状況。いやいや、さすがに地位でしょう。3色が出来上がるローピンは地位、うん、でも一つになってからは出そうにない、はい、ローピンは地位するよっていう意味で多分9万から切ってるでしょうからね。パンマカさんだった時は単ヤオなんて何でもなりますからね、はい、確かにそうですね。いや、追いつく手もないもんね、一つ一本はね。追いついたところでなんか原点を割れそうな手にならないんですよ。3色か、あ、まあ3色だったらいいのか、チートイツだと厳しいですね。まあでもね、リーチチートイツを2人から直撃はありますからね、はい、うん、ここは目いっぱいには構いませんでした柴田。あ、リーチですねこれは。へえ、勘助ローソーなくなったんだね。ロソなくなりましたか。これ古川リーチ行くんですね。ドラの関運送ですよ、ね、なんじゃん島で。これ意外でしたね。これはね、佐々木久人でも行かないような。これはね、あの、間違いなく言えることは、関助は積もって言われると沈む可能性結構高いので、はい、足止めにはなんないので、勝負に行ってるってことですからね。トップ狙って勝負行きましたってことなので、な、はい、足止めの意味も兼ねてればね、はい、意外とあるリーチではあるんですけど、杉浦が、ね、34,200点とかだと、ね、こういうのもね、降りてくれる可能性十分あるんで、はい、あれですけど、積もられたらどうせ原点割れちゃうし、この展望状況はなかなかね、まあ、あの柴田プロは引いてくれるかもしれないけどね、はい、あ、やめたでも、まあ、一応天敗の点でも残る可能性は結構高いですからね、316あれば。ただ1000、2000積もられたアウトですからね。はい、まだ8巡目です。あらら、あらら、されちゃった。サブローピンですよね、これは。古川さん、補充ダメだもんね。2000点だとリーボー出してるからダメですね。タウナローピン1枚。高め積もは一人受けになっちゃうの ?2000、4000。一人行きです、ね、え、まあ、よくお金持ってる人のところにお金集まれていますけど、はい、展望持ってる人のところに展望集まるからね。集まりますよ。でしかもこれドラの、いや、行きますよね、なんか行くのかな。いや、行くと思いますけど、行きますよね。この人ね、嫌いだから本当に降りるのね、はい、降りる気配がない柴田、ね、もう自分で病気だって言っちゃってるからね、はい、行きたくなる病、はい、運送を持ってきてもパーソーと入れ替えることができますから、これはもう柴田が相当有利。柴田の町はローピンが1枚と3ピンの方は2枚ありますね。三山対して関運送も2枚、2枚あるじゃん、はい、2対3。で関助はあのもう芝吉の天敗分かってるでしょうか、はい、2人で振り子でお願いします。そうですね、2着になるかもしれないと思ってますよ、はい、杉浦は。で、一つ井君はなんとかうまいことね、はい、一人沈みだけ回避させてもらえませんか、みたいな、なんとかなんかうまい感じでお願いしますよ。はい、うー、そうだって
強いぞ、古川。リーチツもドライチ戦2戦の上がりで1回戦終了です。さあ1回戦オーラス激闘を制したのは、トップから古川、そして柴田、沈んでしまいましたね。杉浦が3着、そして4着が1ついと。はい、1回戦以上の結果で終了しております。続いて2回戦です。